ちはこちらの方で食べたい。綺麗にあの整備かわいいな感じ。かわいいよね、いや今日ドヨンとしてたけどこれ見れるぞこれ。今から、ランチということで食べたいと思います。カレーを頼みました。晴れ間が出てきましたね。やった。いや今日なんとか星空見たいなと思ってますけども見えるかな。よいしょ。皆様展望台でござります。風がすごくて吹き飛ばされそう。めっちゃ綺麗。綺麗っすね。宿行く前にちょっとビーチの方寄っていきたいと思います。あ、なんか天気良くなってきたね。めちゃめちゃ嬉しい。もうさっきまでね曇ってたからね、まあまあ曇ったり天気良かったり曇ったりみたいな。うわすごい綺麗だね。風が強い。クラゲに注意だって。綺麗だな。おお。すごい。でもほんまにね綺麗よ。ね、よいしょ。ああ、いいね。綺麗ね。ほら、なんか南国って感じだね。南国。はい、今回ね、泊まる宿はこちらの方になっております。ビーチハウスの方ですね。あ、ありがとうございますね。吉行様ようこそ、お待ちしておりましたということでありがとうございます、ね、島の休日ね、よいサーマーね、ありがとうございます。方言 ゆりかごっていうね、みんなわかわいい、すごい。先ほどねいろいろね、まあこの辺の説明を、していただきましたけど、すごいご丁寧にね、いいところです。はい、こんな感じね、ちょっと釣りもできるということでね、釣り竿もね貸していただきましたという感じで、こんな感じでルアーできんのか俺、久々にやる感じで。いやめちゃめちゃいいですね。 Wi-Fi もあるし、
やー、こんな感じ。もう一人でね、泊まるにはめちゃめちゃね、もったいないから。ちょっと電気つけようかな。うん。またね、ハイムルブシとかのオーシャンビューとはまた違ってね、いい。ここいいな。メンバーと今度来ようかな、みんなと。こんな感じ。一階がね、もうね、いいっすよ。もうね、キッチン関係がめちゃめちゃいい。お皿もね、全部あるし、ほら、ナイフフォーク関係も全部ありますし、調味料もあるし、お米もあるし、なんか全部自由に使ってくださいということでね、いいじゃないですか。ね、ちょっとね、このソファーもあるし、ちょっとこちらの方ね、こんな感じで、ね。いやー、広いっすね、いいっすね。こう、洗濯機もできる、洗濯もできるし。わ、綺麗、綺麗やね。まあ、こんな感じでお風呂ね、トイレ。っていう感じ。あ、かわいい。うわ、かわいいね。いや、おしゃれね。おしゃれじゃないっすか。テンション上がりますね。ありがとうございます。すごくね、綺麗に、清掃されてて、なんかいいですね。綺麗。うん。あとはこっちが、あのかな、1階のベッドルームかな。ここ、こんな感じで。ね、2人ここで寝れますね。ちょっと2階どんな感じな。おー、なんかすごい。ここかわいい。ここかわいいね。二人寝れる。かわいいね。あ、こっからね。おー。こんな感じで。こっから、おーい、みんなーってできる感じだね。うん。よいしょ。うわー、いいわ。ここいい。これテンション上がることない、みんな。ほら。いや、めっちゃおしゃれだよ。いやー、ここの部屋でも寝てみたい。ここね、サンダルがあるんで、ここで。はい。しょ。こんな感じで。ここでね、食事できたり。なんか、あるね、バーベキューとかもできますね、これね、多分そうだと思う。そうで、あのタップの板用意してもらいました。やろうかなと思って。うん、いや、ここがめっちゃいいよ。ちょっと足りねえ、焦げちゃってる。こんな感じ、かわいいよね。今16時ぐらいだから日が暮れてきたけど、この密林を越えて、いいでしょう。なんかね、聞くところによると、ここホタルが出るらしいっすよ。ホタルが。うん。昔と比べてちょっと減ったけどとか、ここにね、ホタルが夜、シーズン関係なく出るらしい。いやー、いいっすね。海じゃー。なんかこっちから日の出なんで、東側なのかな、朝日が最高散ってたんで、朝日見ようと思います。おー、いや、でもさ、まあ皆さん、これさ、いや、今日ドヨンとしてたけど、これ見れるぞ、これマジで。やったかもしれない。そう、こんな感じ。やで、いいね。今日こっち側で寝るか、ビーチで寝る。でもこっちはちょっと風が強いからって言って、あっち側の方がいいですよって言ってたから、スタッフさんがね、ちょっとあっち側なんで、なんか、うん、それか、その中庭で星空を見るか。うわ、今迷うな。よいしょって感じ。中庭もね、すごいいい感じでしょ。ここで寝ようかな。気持ちよさそう。ねえ、満天の星空が見れそう。
俺はみんな曇りだったのにいいぞよし相変わらず強運だな。こんな感じで、あバスケットでもやるか。じゃこれあれだな、メンバーとこよか、来年バーベキューもやってさ、みんなで亀鉄メンバーで楽しもうぜみたいなね、こんな感じですね。そしてですね、皆さん、なんとね、こちら僕が誕生日と聞いて用意してくださいました。ありがとうございます。ケーキですよ、ケーキ。なんていうことでしょう。ありがとうございます。ということで皆さん奇跡的に今日はね、天気が曇りっていう予報だったんですけども、今外行ったら、まあ、めっちゃ快晴じゃないんだけども、星空見えますというよりも、満月がもうすぐ近いんで、まあまあ明るいのよ、うん、ということで、恒例の誕生日前前夜から誕生日のね、早朝に向けて、外で寝袋で星空を見て過ごすというイベント、今日、今回何回目なんだろう、1,2,3,4,5,6回目ぐらいかなね。皆さんもしよろしかったらやってみてください。いいですよ、すごく。ポイントはね、なるべく自然に囲まれたところでやるっていうのがポイントなんですけども、今日もいい宿で、はい、静かに、夜ね、ただね、ちょっとね、波浪注意報が出てるから風が警報ではないんだけどね、うん、でちょうどね、内庭でちょっと木とかに囲まれてるんでまだいいかなと思ってそこで行ってきますセンキュー。結構見えてきましたね、星空が。いやもうみんなあれだね、真っ暗だから見えないかな。あの辺とかに、こう結構ね映ってるんですよ。よかった見れて、ありがとうございます。わあ、これは綺麗だ綺麗